皆様、本日はロンドンの西の方の、バーツ、お風呂、温泉、ローマ人の浴場がですね、ローマ軍がイギリスまで攻めてきた時にですね、ローマ人の浴場のあるバーツの南の方のですね、ナニーという村にある古いお城、古城のところに来ておりまして、その中でこれから撮影をいたしますが、話は琉球の歴史を話すんですけども、せっかくこの場所なので、この古城についてちょっと紹介を、ここに書いてあるのを見ておきましょう。私の拙い、英語で読みますと、In 1373, Edward III granted Sir John de la Marr a license to fortify his manor house. ジョン、なんとか、いう王侯にですね、エドワード3世が、荘園を何する、権利を与えたと。で、probably inspired by French castles that he had seen during the Hundred Years' War。100年戦争の時に、フランスで見たであろう、お城に、あれを参考にしてですね、Sir John built this impressive four-story keep。その、サー・ジョンはですね、この印象的な4層のですね、キープって何かと思ったら、調べると天守閣、本丸ということなんですね。4層の本丸、天守閣っていうか、本丸を持った、その、あれを作ったと。で、with large circular corner towers、円形の4つのコーナータワーをですね、持っていると。それで、set within the moat and bailey。その、あれはですね、五条河というか、その、あれの周りの川と、お堀と、城壁を持ってると。で、modernizing と、皆さんが喋っているんですが、というわけで、modernized in the 16th century という、1500年代にですね、修復されて、the castle was besieged, damaged and stripped by parliamentarians。その、あれの議会派によってですね、主教派に対する議会派によってですね、その、ぶっ壊されたと。それで、パラメンタリアンフォーセスの軍によってですね、何されたと。それが、in 1645 during the Civil War、イギリス内戦の時にですね、そうやってぶっ壊されたんだと。いうようなことでですね、人が、ちょっと喋ってるところで、大恥をかきましたが、下手くそな英語で。とにかく中の静かなところで琉球の方のお話をいたしましょう。この場所に来たわけはですね、なんでこんな田舎に来たのかっていうと、ロンドンの西の方のですね、そのダウンサイドアビーという修道院、アビーロードとは関係ないと思いますけど、ビートルズのね、また別のでしょうけども、そこの図書館に、あれでですね、出張として、来ておりまして、資料を調べてるもんですから、それで、その近くにちょっと寄りました。で、その、ダウンサイドアビーはですね、あれが、資料の目録を公開してないんですよ。なんかインターネット調べるとですね、ニュースによって、公開することになったとかつって、ニュースがあるんですけど、公開されてないんですね。で、だからすごい閉鎖的なのかと思って。まあ、とにかく公開されてないから行くしかないんで。で、行ったところ、いや、大変立派な、すごい田舎なんですけど、やっぱり、もうそういう都市化されたものではない、昔からのあれってのは、ものすごい田舎、何にもないところなんだけど、突然そこにですね、すごい学問の負があるわけですよ、修道院でですね。で、もう、その、立派な図書館で、中の設備も現代化されてるし、
で、そこでですね、まあ、なんかいい資料がないかと。つまりインターネットに出てるのだと、まあ、もう行かなくてもわかるんで、インターネットに出てないところ、というわけでですね、ロンドン近くでこういうのがあるんで、来たわけです。で、それ、あの資料はですね、まあまあ、少々ありました。それは今度別の時にお話しするとしまして。今日はとりあえずこの近くのですね、ナニーキャッスル、ナニー古城跡でですね、を使ってですね、ちょっと琉球の歴史の話の続きをしましょう。東インド尖閣歴史戦のですね、第4回。それで使うのはですね、八重山日報連載、談話連載、小チャイナと大世界の第99回。皇帝歌詞ではなかった沖縄地震の微小琉球。琉球っていう言葉をね、名前をチャイナからもらったというね、嘘が非常にね、流布してるんですけど、そんなこと書いた資料は一つもないんですよ。もうね、なんかね、チャイナと関係があるってだけでね、チャイナからしていただいたとかつってね、もう勝手に思い込むこの卑しい根性、何なんですかね。そんな資料はないので、それで、だから、ただじゃあ誰が付けた名前っていう資料がないので、それについて、まあ、だから有力な推測をするしかないわけですよね。有力な推測を私が、まあちょっと連続でしておりますけれども、そういうわけで、小チャイナと大世界第99回ですね。とりあえずちょっと読みますとですね、その古典の琉球、古典の随所の中のですね、流れるに求める古典の琉球は現行以後に琉球、その王辺、玉辺の琉に変化するんですね。流れるの三髄がですね。で、後の、二文字とも球、球の方も求めるじゃなくて玉の球ですね。両方とも王辺という、玉辺ということになっていく。そういうことをまあ前回話したわけですよね。で、あの、公民実録、民国の朝廷日誌というか、まあ、朝廷、日録史書、公民実録ではですね、公部初年から、もうその最初に出てくる時から琉球と書かれるんですよ。ただ、あの、公民実録ってのは編纂を、後に多少のこう編纂を経ておりますので、写本もありますしですね。それで、ですから完全にその原書の日誌の原稿、手稿本ではないわけですよ。ですから、まあ、日誌というよりは歴史書だとも呼ばれたりするんでしょうけど、日々記すのが日誌ですからね、別に日誌だからつって原本じゃなきゃいけないとか、そういう問題じゃないですから。それで、まあ、とにかく、日録史書、公民実録は、写本の中ではですね、その、王辺が上下二つ揃ってないようなものもあるし、本当の一次資料とは言えないわけですよね。ですから、その、公民実録に最初に出てくる琉球が、公部五年の、公部四年の秋ですか。で、なんですが、ところがですね、それそこに書いてありますね。最古の文本は公部帝の、あ、そうそう、あれですね、版本とか写本として明確に、印刷年代なり何なりの明らかになっている。そういうものとしては一番古いのは公部28年1395年の公民祖訓に琉球が出てくる。これが最古だと考えます。玄関本は台湾の故宮博物院に、まあ、ありまして、で、後にですね、あの、朝廷発行の大明一等紙とかですね、大明回転とか、いろんなものは、ことごとく、この、上下揃った琉球を使うようになっていくんですね。そうすると、まあ、大体のいろんなところに出てくる琉球、民国時代のですね、総合的に見るとですね、初期には、あの、王辺の琉と求めるの球、それから流れる辺の琉と、求めるの9。これが併存したような感じで、だん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 広まっていくんですね。ですからこれは、むしろその、完成文書で先行して、民間普及には100年余りかかったわけなんです。だから、民間でそうなったのがだんだん、採用されたっていうような話じゃないわけですよね。多少、要するに人工的なところがあるわけです。
で、朝廷の文書に先に出てくるから、民国朝廷が賜ったんだろうみたいな話に、ね、なってるんですけど、そう簡単にね、決めちゃいけません。まあ、そもそも物事の趨勢として、当時琉球は倭寇として恐れられているので、そう簡単にね、この美しい玉の字を賜るわけがないわけですよね。いやいや、まあ、怖い相手だからこそ賜るとも言えるんですけど、その、つまりわざわざ名前を変えてですね、古典に違背するということはですね、チャイナ的には、非常にあってはならないことなんで、書き換えるっていうのはですね、相当なことなんですよ。それでまあ、ですから、それを書き換えるんだったら皇帝が書き換えてやるというですね、詔勅を残すとか、そういう話にならなきゃいけない。で、詔勅をもらったなら琉球側では大自慢ですから、それはもう書き残しますよ。まあ、全然そういう話はないんですから、皇帝から賜ったというのは全く考えられないですね。というわけで、人が来たんで小さめの声で喋りましょう。で、元寇、鎌倉時代の元寇以後ですね、沖縄人が福建で玉編の琉球を使い始めたとするならば、両方揃う琉球っていうのはいつからなのかと、片方だけから両方に揃うっていうのはちょっと変じゃないですかね。で、そもそもですから、公武5年の公民実力よりも先に公武2年に元始、民国朝廷の作った元始においてですね、すでにこの一文字目琉球っていうのは出てきてるわけなんですよ。ですからこれね、皇帝が最初にね、琉球揃えて作ったっていう話じゃないんですよね。で、公武帝が沖縄に新たな、あれですね、左翼会話でそういうのを言ってると。で、しかし公民実力は、そもそも、大琉球も、公民実力じゃなくて、その公武28年の公民祖訓ではですね、小琉球も大琉球も一緒くたに玉編にするんですよ。小琉球台湾ですね。台湾は当時民国の統治下に入ってなくて、台湾というのはもう、なんていうか恐れられた地ですから、そこにですね、そもそも琉球が朝貢貿易を始めたんで、よしよし、かわいい、ういやつじゃということで琉球に王編を賜ったんなら、琉球に対してだけ王編を使うはずですよね。ところが台湾に対しても王編、玉編をですね、使って小琉球、大琉球、揃えて出てくるんですよ。公民祖訓の中で。おかしいでしょ？皇帝がそんなことするわけないんで。で、小琉球に対して往来を通ぜず、朝貢せず、これはチャイナ的な考えから言うとですね、顔面なる、異民族、悪い奴らだっていうことに、まあ、なるんですよ。そういうですね、万行の民というですね、古来の印象を改めない。なのに、微笑を賜る、ありえないんですよね。で、そうなると、消去法で唯一の可能性は、沖縄の使者が自分で民国朝廷で自ら玉編の琉球を名乗ったと。で、それはですね、螺鈿材料の、前回言いましたですね、螺鈿材料の薬害を前代と同じく、購入せよというふうにですね、民国に売りつけたと、強気なんですよ。基本的に海賊ですから、これを買えと、ね、もちろん買えって言ったってですね、価値のないものを売りつけるということではなくて、一応は商売ですから、商売がうまくいかないときに海賊になるというね、そういうことですから、買うようにですね、まあ、一応等価交換でありながら要求した、そういうふうに自称琉球だという可能性しか残らないんですよね。で、特産地の微笑としては飛鳥時代の訳っていうのも、これ小チャイナと大世界の談話連載のですね、第60回で私話したんですけれども、飛鳥時代の訳っていうのがですね、矢がですね、この夜に手編なんですけども、これ本当は玉編なんじゃないかと。で、雲玉編になってるのでですね、飛鳥時代の役っていうのは、これと、そうすると、だから、特産品を売る上で、自ら微笑としての玉編を使うという可能性はですね、十分あるんじゃないかと。で、民国朝廷がですね、元の琉球、つまり原始に出てきた玉編の竜と求めるの球、に追随した上でさらに上下揃えてね、琉球まで重ねる、そういう受動的な、ね、
ことだって話にもしなるならば、それを受動的に小琉球に、当てはめたと。つまり琉球側がこれは玉片なんですよってことで受動的に、ああそっかそっか、なんとなくよくわからんけどみたいな感じで受け入れていくと、いやよくわからんけどっていうよりはやっぱりですね、恐るべき海賊琉球からそういうふうに言われると、はいっつってですね、明国朝廷が従ったわけでしょうね。で、それが恐れた以上、で、そもそも小琉球、大琉球を分ける、概念が今一つはっきりして、いや、一応分けるからこそ大琉球、小琉球って分けてるんですよ。でも、その区別がですね、あんまりこう、明確化してないんですよね。ですから、小琉球、台湾の方にまで当てはめちゃったんじゃないかなと。というようなことがですね、考え方をすれば、まあ、つじつまが合うんじゃないかなと思うわけです。というわけで本日は前半はここまでといたします。